らんでしょ、うん、でなんとなく捨てがたくって置いとんですよ。なんならもう最後の最後は割って中のもんちょっと味見してみたいなぐらい。十何年経って腐らんねえか。やっぱアルコール漬けってすごいよね。それとか これもカルバドス。え、すごい。リンゴが入ってるこれは。すごい、ね。これは高かったよ確か2万ぐらいしたんですよ。へえ、うん。だから一杯1500円いただきますとかって書いてるやろ。でちなみについでに言うとこれがねグラッパ。グラッパっていうのはあのカストリブランデー。イタリアで作ったカストリブランデをグラッパって言ってフランスで作ったらマールって言うんです。あ、でもこれもグラッパだわ。マールは今ちょっと切らしてるかな。要するに、ブランデ、ブランデじゃない、ワインを作った後にブドウカスが残るじゃない、そいつを、発酵蒸留させたものをカストリブランデ、イタリアで作ったものはグラッパ、フランスで作ったものはマールって言います。なんでこんな話したかな。あー、そうか、あのマイントピアじゃないわ、マリンパーク、マリンパークだ。あのね久しぶりに行ったんだけど、要するにあのがっつりやるんじゃなくてちょっと夕涼みに行く感じでやったんだけど、それがなかなかよくってね、あのとりあえず海がパーッと見えるじゃない、であそこヤシの木立っとるやない、それがこう夕暮れでこうだんだんこう暮れなずんできて、朱色からだんだんこう紺色にずっとかってあれだ、あのユーミンの歌であるやろ、名前忘れたぞ、なんとか言うとユーミンの歌でちょうどそのあの茜からなんだかな藍色へみたいな歌がある、ちょうどそんな感じなんですよ。それいいわ、探しとった時間があるけどそんな感じですごい なじみましたね。でそれで6時半ごろ行って、あそこ9時半消灯なんよね。で消灯になったらもうおってもええんだけど、まあ、カンテラとかなんとか持って行ってない限りちょっと厳しいんで、まあ、時間的にもちょうどじゃあお開きにしようかいう感じで、なかなか良かったですよ、うん。まあ、次もやろうねって別れたんだけど、はい。それで知らん間に予定してるのも大体話しとるな。マリンパークの話はしたし、台風か。台風といえば先月も話したかね、なんか最近来るの早いことない。ああそうか、若い子はそんなに差は感じんか。俺らの頃はね大体夏休み終わってからだったよ。台風来ても夏休み終わって、祭りまでだから大体9月やね、うん、に大体来よったよ。それが今もう7月8月に来るよね。結局あの天候がなんかややこしいせいなんだろうけど、そういうのを考えてみると、あの地球の温度が1度上昇するのに何千年かかるとか言って言われてきとったけどね、俺が生まれてたかだか58年で随分変わったもん。冬の寒さが全然違うし、氷派って当たり前だったから、うん、雪は降ったり降らんかったりだけど氷は普通に張るだけね。最近氷張ることなんてないやろ。ないですね。ないよね。で夏は夏でね、もうちょっとカラッとしとったはずなんだな。なんかこう最近のもわっと湿度が高くて不快指数の高い夏だよね。で今年の夏はそれがもっと顕著というか、あの夏を諦めていう曲知っとる？サザンオールスターズの剣なおこも歌ったけど、うん、分からない、分からない。要するにあのそれは冷夏の歌なんですよ。冷たい夏、あの夏らしいパーッとしたのが鳴っ込んで、これは今年はもうこれは車内で海水浴も雨の中の海水浴やみたいなんで、でホテルパシフィックに駆け込むみたいな歌なん、うん、で、あの砂浜で遊ぶのはもうこれもう夏は諦めてホテルパシフィックのシーツの海でとか、そういう内容じゃなかったかな。その辺はちょっと俺があの頭の中で作っとるかもしれんけど、そんな歌があって今年の夏はまさしくそんな感じですね、うん。
で、ゆうたくんに話を振ってみようかと今突然思ったんだけど、はい、夏休みだよね。はい、高専は夏休みはいつからいつまで？今年からちょっと制度が変わりまして、うん、8月の頭ぐらいから9月の20日過ぎぐらいまでですね。ほとんど大学並みだね。はい、今年から変わって、うん、前はどうだった？前は、普通の高校生と同じで7月20日ぐらいで、うんうん、学校終わりで8月いっぱいって感じだったんですけど、うん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 、そうかそうか。あのね、それで思い出した。大学はね、はい、丸2月大体あるんですよ、休みが。で、その今は知らん、俺らの頃は関西と関東でえらくズレがあった。俺は関東の大学行ったんだけど、7月いっぱいまでは学校があるんですよ。で、8、9、丸々休み、うん、でそれが関西の大学は多分それが半月か一月ずれとったんじゃないかな。一月までずれんけど、多分半月ぐらいはずれとったんじゃない。早く入って7月の中頃から入って8月の中頃までだったのではないかと思われる。いや、てかちゃう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 、7月の中頃から入って9月の中頃かな。その辺はちょっと関西の方は俺自信ないけども、要するに大学生ってのは丸2月ありました、うん。で、特に関東言うても、まあ東京は8月か9月びっちりだったね。で、ついでに話をすると、大学1年の夏は新聞配達で終わりました。住み込みの配達員しょったけね。で、大学2年の夏は車の免許取った、うん。今ちょうど免許取ってる最中、はい、今何本かかる？お金ですかね、うん、ちょっと分かんないです、ね、分からん、はい、結構取られるよ。ちょっと前に30万って聞いたけどな、全部で。親が見えないところで払ってるみたいで、うん、ええな、ちゃんとした親がおって俺らの時で10何万だったと思うけど、なってるんですか？今多分30万はくだらんと思うよ。だから下手してあの面取りなんかになると、あれいきなり運転できるんだけど、いきなり試験場行ったら大丈夫だろうって言う人おるけど、通してくれんらしい。なかなかやっぱりその運転慣れとる人でも教習所行って取らんとなかなか免許はくれんらしいから、下手して免許を飛ばしてしまうと30万ないし40万ぐらい見とかないかんけんね。痛すぎる。だからもう免許は絶対なくさんことやね、うん。何の話しちゃったっけ。ああそうだで、3年の時にだからね、北海道行きましたわ。8月まるまるはこっちで過ごして、で9月に東京へ帰って、ですぐに北海道行って、それで北海道で23日間おったんだわ。だから今日は8月の話をせない関係、9月の話は来月にとっとくけどそれがなかなかええ経験だったですね。で、本来一番北海道がええ時期は6月だと聞いとる。パーッとこう花が咲き始めるのは6月だって。春から初夏を迎える6月あたりに北海道はもう花が咲き乱れるらしい。あの原野でいろんな原野があるでしょ。バーッと花が咲くで見応えがあるんだってね。で、もちろん8月は普通にあって、7月、8月は普通にあって、だいたいそれで夏のその行楽客シーズンを終えるんで、9月に行くと割と空いとんですよ、うん。で、まだその夏の名残もあるし、それはそれで9月に行くのも狙い目だと思います。あの、混んだ時期に行くよりも。修学旅行で9月に北海道に行きました、うんうん。あ、そうなん。はい、修学旅行で北海道か。私も修学旅行で。あ、そうなん。いつ行ったか忘れた相当寒かった記憶があります。9月はい、なんか 雨が降って、あ、現地の人はもう半袖でいるんですけど、うん、私もマフラー巻かないと入れないぐらい寒くて、あれ、俺がその9月行った時は夏姿だったよ。なんかすもう雨のせいですごい寒かったんですよ。あ、そうなんや。もうみんな長袖着てセーター着てる子とかもいて。北海道行くって飛行機で行ったの？飛行機で行きました。今時の修学旅行で飛行機で行く。全日空。全然覚えてない。あら、どこの飛行機乗ったかも覚えてないの？もう全然気にもしてなかった。気にもかけてなかった。あ、そうか、そんなもんかな。うん。
はい、でどこまで行ったっけ、ゆうたくんの、あ、夏休みの話か。あ、はい、でこのインターシップはなんどのくらいの期間？2週間弱ですね。2週間弱ちゃんと朝行って夕方まで、はい、今日が最終日なんです。あ、そうなん、はい、へえ。それで給料くれる？くれんわな。くれんわな、はい、一応なんか、うんうん、なんかそういう企業によってはくれるところもごく稀にあるらしいんですけど、でもそういうところはやっぱりなんか、うん、ちょっということが特殊だったり、うん、あのインターンシップではあるけれどもそれなりに働き手として動けよみたいなことをしたところは、ね、まあありがとうねみたいな感じでくれると、はい、あで終わったら今もどい、はい、どいのどの辺、野田ですね。野田ハブ戦の野田、はい、ということは俺野田ハブ戦の野田がどのあたりになるか知らないけど天満越えてしばらく行ったとこぐらいぐらいですね。じゃあ、野田ハブ戦のどのあたり、インターからも降りてきた、うんうんうん、で海の方あ、インターから降りてきたらあのサンクスかなんかあるよね。あ、その辺です。あの辺りが野田よ。野田にもあの上野田と下野田って、うん、はい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 、うん、そっちの下野田の方になるんですけど。ははということは藤原海岸の近くいうことやね。藤原、あ、多分その辺ですな、はい、藤原海岸、俺どういうところ藤原海岸へ潮干狩りに行った記憶があるんだけど、はい、あの辺まだ潮干狩りなんかしよう、一時禁止されてたんですけど、多分今はできると思います。うん、禁止というのはそれは漁師かなんかのですか、ね、違い植え取るやつを勝手に取ってもらったら困るみたいな感じかな。うん、ちょっとそこまでわからない。子供の頃の話だったんで。うん、あのね、はい、あの野田ハブ戦いうのはね、俺が高校の頃はまだね抜けてなかったんですよ。ダート道だったんですよ。だからあの俺当時トレイル言って。あのオフロードバイクで走って遊んでたんだけど、あの辺はよう走ったよ、うん、まだ道作れる途中 でそんなにあの工事の人も詰めておるわけじゃないけん、ダート道でたーっとまっすぐやから結構面白く走れる、うん、あの辺覚えとるわ。あの天満とかね、野田から天満なんかもう分かるよね、はい、みかん山、あ、はい、みかん狩りなんか行ったことある？ちょっとないですね。ないか、はい、うん、あそこの天満もね、はい、野田ハブ線からちょっとこうトロトロトロと降りていったらね、集落があるんですよ。入り江がこう自然の入り江が2つこうあってね、そこに集落というか民家が、これ高校時代の話だけど3軒と2軒ぐらいある。で5、6軒の集落なんだけど陸はそこしかない。そのガードレールの切れ目から入っていって細いこう山道を降りていく。だから当然あの自転車は無理、バイクは無理、車はもっと無理だから、あれ人しか降りていけんから、多分大きな荷物は船で運ぶんだろうね、おそらく。でそこをこう降りていくと砂浜じゃなくて砂利浜なんよ。うん、あの小石だけがこう敷き詰められた浜になってて、なんかねタイムスリップした気になったよ。あそこだと降りていくと、なんか江戸時代のその村に来たような錯覚に陥るというか、うん、今でもあるのかな。どうなんですか。なんだったら行ってみたい気はする。うん、でこう降りていくところにあの竹やぶがあって、そこに落書きしとったらおいちゃんに置かれた。何しようって、あ、いやちょっとみたいな。うん、そんな記憶がありますね。うん、そしたら、あ、8月の半ばまで休みがあるじゃん。9月、すまん、一月間違った。9月の半ばそしたら一月ぐらいまだ休みあるんだ。はい、何するん？まだ何するかはそんなに決めてはないんですけど、この後、うん、あと、うん、高専生だけの、うん、総合体育大会みたいなのがあって、それに出るんで、体育祭みたいな、部活ごとの大会ですね。おお、な、何してるの？水泳やってます。水泳か。はい、種目は？自由形です。はあ、じゃあクロールバリバリできるんだ。バリってほどじゃないですね。あのね、俺憧れるのは、はい、クロールの上手い人ってさ、はい、
ゆっくりクロールできるじゃない。あ、はい、ああいうクロールができる人間になりたいな。あの音立てずにさ、はい、ニュパッニュパッニュパッって感じでいくじゃない。あれはやっぱりクロールをちゃんと泳げる人じゃないと無理ね。俺らなんかバチャバチャバチャそうせんと沈んでいく感じがするんよ。もうできるやろな、そういうの。一応多分やろうと思えばできると思います。あんまり意識したことは。それはいつから、いつ頃からやる。あ、もしかしてあのスイミングスクールみたいなの行けた。あ、今も一応行ってます。それはどういうの、新居浜の。新居浜にはないんですよ、うん、新居浜にもともと行ってたんですけど、510JSS ってところが前あって潰れちゃったんですよ。あ、そうな、うん、で、その時にどこに行こうかなって思ってたら、うん、中学の時の先輩にこっち来いよって言われて、今三島のところ。あ、三島一挙んだ。はい。そう、今でも一挙。もう今月いっぱいでちょっとやめちゃうんですけど、うん、今もう高専一挙だったら高専の水泳部でええんだろう。はい、ねえ、ね、え、プール、あ、あるわな、高専に。はい、一応、うん。あ、これでまた、俺らの頃はプールなかったよ、小学校に。言うたよね。はい。今でこそできたけど、プールがなくって、あの用水池で水遊びをした。それとか、ちゃんとしたその水泳の授業は、羽生小まで借りに行きよったとかね。だかそれだけあの浮島小学校っていうのは、あの、まあ、高津小学校のいわゆる分校的な存在だから、何かにつけてこう、設備が、整ってないだらなんだけど、他の学校と比べるとちょっと足りんなあいう感じでしたね。なんか話があっちゃこっちゃしようね。